こんにちは、デリッシュキッチンです。鶏むねチキン南蛮を作ります。玉ねぎ4分の1個はみじん切りにします。水にさらして水気を絞りましょう。皮なしの鶏むね肉1枚は食べやすい大きさに切り、塩コショウ少々を振って薄力粉大さじ2をまんべんなく振ります。裏に返して同様に振りましょう。フライパンにサラダ油大さじ3を入れて中火で熱し、溶き卵1個分に鶏肉をくぐらせながら入れます。焼き色がつくまで揚げ焼きにして裏返し、肉に火が通るまで弱火で 2,3 分ほど揚げ焼きにしましょう。キッチンペーパーで余分な油を拭き取ります。砂糖大さじ 1/2、 ポン酢大さじ1と 1/2 を加えてツヤが出るまで煮絡めましょう。ボウルにゆで卵1個を入れて玉ねぎを加えます。マヨネーズ大さじ3、レモン汁大さじ 1/2 を加えて胡椒少々を振り、フォークで卵を潰しながら混ぜます。器に鶏肉を盛ってタルタルソースをかけたら完成です。以上、デリッシュキッチンでした。